は。この時間は京都市未来まちづくり100人委員会がお送りするいいこと100人でできるかなの時間です。この番組のパーソナリティを務めます久保智子です。この番組は FM ラジオ放送だけでなくインターネットやスマートフォンアプリでも全国に向け発信していますので、ラジオカフェ100人委員会でぜひ検索してみてください。そして本日のゲストはチーム7伝統文化の本物を市民が知り伝える町京都より大橋明夫さん、坂下勝さんです。京都市未来まちづくり100人委員会では現在16の重点テーマに基づいて総勢128人の委員が実践行動を展開しています。この番組では定例会議の内容や活動を佐賀市民の声とともにお届けしています。さて、改めまして本日のゲストはチーム7伝統文化の本物を市民が知り伝える町京都より大橋明夫さん、坂下勝さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速なんですが、自己紹介をいただけますでしょうか。はい、チーム7の大橋明夫です。よろしくお願いいたします。お願いします。チーム7物心育て隊の、坂下勝です。よろしくお願いします。お願いします。坂下さんは2回目のベテランさんでございます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。では簡単にで結構なんですけれども、チームのご紹介をいただけますでしょうか。はい、物心育て隊とは生活に根付いたはずの本物を知り、人物を大切にする文化が消えつつある今の京都、未来の京都の文化を支える子どもたちに人物を大切にする、そういうものを育むものを講座を実施しています。はい、ありがとうございます。ということで、未来の京都の文化を支えるお子様たち、その大切にする心を育みましょうという講座を展開しているということなんですけれども、早速なんですが、先日の10月19日に新風館で行われましたまちづくりフェスタの方でもこういった講座を展開されていたということなんですが、その時のお話をお聞きできますでしょうか。新風館の方ではコマ作りのイベント、はい、こちらも子ども対象なんですけども、はい、させていただきました。コマって回す、お正月に回すコマですか。そうですね、はい、紐を引っ張って回すコマですね。それを、そこで回してもらう。そうですね、作っていただいて、さらにその場で回していただくと、はい、子どもたちにとっては、コマっていうのが見たことない、触ったこともない。そうなんですね、はい、そのコマを一からまず作ると、で自分の作ったコマが本当に回せるかどうか、子どもたちに体験してもらうと、はいはい、どうでしたか。うまいこといきましたかって変ですけども、コマってちゃんとなんか難しそうな感じがするんですけどね、作るのどうなんでしょう。いや、原型は一応もう作ってあって、はい、軸を挟み込むのと、絵柄を、ちょっと京の和紙で、はい、ちょっと自分でオリジナルに作るという、いうことをやったんです。じゃあその同じコマですけれども、皆さんのこの感性でいろんなこう柄のものが出来上がるわけですね。そうですね、はい、それ も、もう京都の和紙を使ってということで、はい、それを、イベントにとりあえず入れました、はい、なるほど、はい、どうでしたか、来られてた方々のご感想などどうでした、年配の方は、すごく懐かしいと自分の子供時代を思い出すということで、ちょっと回してみたい。すが年配の方ですね、体が覚えてるということで、やっぱ馴染むもんなんですかね、そういうのっていうのはね。そうですね、もう手元を見なくても紐が巻けるとか、はい、あれ紐巻くのも結構難しいですけどねそう、なかなかお子さんの小さい手とかいったら難しいんじゃないんですかね。そうですね、それでも最初に、覚えてしまえば、意外と、はい、でただ回ればいいんですけど、回った時がやっぱり喜びがあるという。わかります。それがやっぱりね、ものを作るという、それを完成させて、するというのがね、一つの
成果だと思いますし、はい、喜びだとは思います。なるほど、はい、もうすごく大成功しましたというような様子が伝わってくるんですけれども、まあ、10月はそういった形でコマを、ね、作って回されるというイベントをされたんですが、今度今月にまたあの次の講座をご予定されているということで、そちらのお話をお伺いしたいと思うんですが、今度の講座はどんな内容なんでしょうか。今度の講座はですね、はい、11月の17日の日曜日、はい、10時から12時ですね、はい、山科の果樹寺、こちらの方で、はい、お箸作りの体験をさせていただこうと考えています。お箸を作るんですね。はい、はい、マイ箸ですね。あ、自分の箸でマイ箸。はい、お箸は、まあ、皆さんもちろん食事の時使ってると思うんですけれども、まあ、お箸を作るってどんな形でどういう工程で作られる感じなんですかね。ちょっと今想像がつかなくて。まず細い木ですね、はい、あのお箸のサイズになる木を子どもたちに自分の手で自分 の, あの持ちやすい大きさになるように豆かんなという木工道具を使って削っていただきます。うんうん、豆かんなですか。はい、まあ、名前の通りですが、かんな、あのこう削るあのかんなですよね。そうですね、はい、大工さんの持ってるかんな、それのまあスモールサイズ、はい、でこう木の表面を削る削る、はい、で削っていきますというのは、先っちょと胴体と太さ違うと思うんですけど、これはうまいことできるものなんですかね。はい、ある程度、先っちょの方は細くなっているように最初に四角面ができてます、はい、でそれを今度は、徐々に削っていくという、はい、このその工程をしていただく。なるほど、なんかちょっと一見難しそうな気がするんですけどどうなんでしょうか。いや、意外と、はい、簡単に、はい、できます。で、はい、それを、まあ、2回ぐらい同じ面をやると次の面を削っていく、はい、要は、うんうん、鉛筆を削るのと一緒の形ですね。削っていくのと同じ、はい、こういうふうに削っていくと、ゆっくり削っていくと、はい、大橋さんもこれご体験されたんですね。そうです、しました。どんな感じでした。あ、なかなか自分の持ちやすいように、はい、不足したりとか、はい、ここは不足した方がいいとか、あ、それを持って自分で経験してますから、はい、なるほど、こう自分でこう感触を試しながらこう調整ができるわけなんですね。でもこの自分のお箸を作りましょうというお話になった経緯といったら変ですけれども、今回のイベントのね、あの生まれたなんかきっかけみたいなのってあるんですか。はい、チーム7伝統文化の本物を知り伝える町京都ということで、はい、ええ、伝統文化の本物とは何だろうと、うん、我々の方で議論させていただきまして、はい、お茶お花という、まあ、京都を代表するような伝統文化、うん、こちらは体験する機会がたくさんあるだろうと、うん、で、そうではなくて今回は生活文化ですね、身の回りにある文化、うんうん、私たちの生活に近いところにある文化ということですね。そうですね、その中に、はい、本物もお茶とかお花から生まれた本物というのは、うん、生活の中に、我々の京都に生活する人たちの心の中にも降りてきているだろうと、うん、はい、それは何かと考えた時に、物を大切にする心であったりだとか、うん、礼儀作法であったりだとか、うん、そういったものが生活の中に一つずつ一つずつ大切にされてきたものがあると思うんですね、はい、今 の, お箸でも100均行ってたくさん売ってると思うんですけども、下手したら割り箸とかも使っちゃったり ね、うん、そうですね、手先なんかそうですもんね、はい、でそうではなくて、京都は伝統文化の職人もたくさんいますんで、はい、職人さんが使う人のことを考えて作ったお箸っていうのはきっと使いやすいはずであろうと、うん、同じように自分が使うものには自分の手に一番馴染むように、はい、であと一番自分がお箸をおかずをね、ご飯とかつかみやすいように作るはずなので、うん、そういったものというのはきっと家に帰っても大切にしてもらえるんじゃないかなと、うん、その中で物を大切にする心
を、育んでほしいと、はい、でもう一つは京都に住んでいるとそういった本物の職人さん、うん、で本物の作品に触れる機会が非常に多いと、知らず知らずのうちに触れられる機会があるわけですもんね。そうですね、うん、そういった京都に住んでいる自分たちっていうのはすごい幸せなことなんだっていうのも感じ取ってほしいなと思っています。なるほど。こうやってお聞きしますと本当にお箸を作りましょうって一言で終わっちゃわずにいろんなこう含まれる中身がありますよね。そうですね、うん、やはりこの日本人の文化であるお箸っていうのはいつでもこう食事の中に欠かせないものですから、それを自分で作ったものをこれから使えるっていうわけですね。そうですね、はい、これは対象はどういった、やっぱお子様たちがまず対象になるんですよね。そうですね、はい、子供さんを対象にして、はい、小学校学生の方から中学校の3年頃前の子ということで、うんはい、子供を育てるというのが、まあ、こちらの狙いなんで。なるほど、させていただきます。はい、あとこの作り上げられましたお箸はですね、その当日は豆かんなでこう削って自分の持ち味が酔いやすいように先っちょを細くするんですが、はい、その後に一旦、お預けして漆の加工してくださるんですね。そうですね、はい、はい、リスナーの皆さんご存知でしょうか、漆塗りするの結構ねすごいんですよ。私お箸の話あれですか、いや漆で塗ってくれはるんやと思いましてね、なかなか本当にいい試みだなと思いました。あともう一つ、この自分だけのお箸と言われますゆえんで刻印といいますか模様付けができるんですね。そうですね、はいはい、ペンで焼き付けのペンがあって、はい、それに、自分の模様もしくはネーミングを入れるということで、はい、前端になってしまうということになります ね。そのペンで書きますとちょっとこう掘る、焼きながら掘るっていう感じですかね。はい、そうですね、はい、ちょっとこう立体感のあるような彫りが、そうですね、それが出てきますから、はい、はい、そこまでね、それに自分に模様をつけるとか、はい、うん、名前を入れるとか、そうするとやはり自分の端だなというのが実感できると思いますね。はい、なんか決まった模様をポンと入れるんじゃなくてペンですから自分の思うようにこう書けるわけですからね。そうですね、それができるのも魅力やと思います。そんなことで多分ねリスナーの皆さんもいつやいつやどこやどこやっていうそんでそんでってもっとお聞きになりたいと思いますんですが、11月17日の、朝の10時から12時、山品の果樹寺ということなんですけれども、これ参加費おいくらかかるんですか？参加費は果樹寺の拝観料込みで1000円になっています。1000円ですね、はい、でいいそうですよ、はい、ね、こんな立派なお箸が。店員さんは何人ぐらいでしょうか？店員は、今は50名を予定してます、はい、そんなに大勢の方が一斉に、はい、材料も揃えていただいているということですね。そうですね、はい、では50人ですけれどもあっという間に埋まってしまうかもしれません。問い合わせはどちらにさせていただいたらいいでしょうか？はい、問い合わせの方は、はい、京都市未来まちづくり100人委員会のホームページからですね、はい、で詳しくはウェブからということでお願いします、はい、なるほど。ではまずインターネットの方で、未来まちづくり100人委員会のホームページを見てくださいということでございますね。はい、はい、もう日も迫っていることですけれどもおそらく人気になるのではないかと思われます、はい、一度検索をしてみていただきたいと思います。で大橋さんリスナーの皆さんに一言お願いいたします。はい、世界にたった一つのオリジナルのお箸を作ってみよう、はい、自分だけのお箸作りよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。坂下さんお願いいたします。はい、皆さんが京都に住んでるっていうのを少しでも幸せに思ってくれたらいいなと思ってます、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。この時間はいいこと100人でできるかなをお送りいたしました。また来週のこの時間にお会いいたしましょう。パーソナリティは久保智子でした。